こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。台北 MRT42 駅に来ております。今日はダーシーラおじえに行こうと思っております。おお、ここから710か 710A のバスでダーシーラおじえバス停まで行きます。じゃあ行きましょう。早速質問です。何でしょう。さっきの地図を見た感じだと結構距離があるように見えましたが、どれぐらいかかるんですか。だいたい50分ぐらいでしたね。途中で渋滞したとかはなかったので標準的な時間だと思います。高速も乗るので、まあそんなに大きく時間がぶれることはないのかなと。わかりました。ということで、ダーシーラおじえバス停に到着しました。ここからダーシーラおじえを歩いて一旦西の方にある橋まで行こうと思っております。途中少し寄り道しながらこんな感じで行きますね。了解。ここからダーシーラおじえです。いい雰囲気ですね。ですね。まだお店はあまり開いてないですかね。今は朝の10時頃なので、これから徐々に開いてくる感じだと思います。なるほど。最初の寄り道場所、ダーシーフーレンボンに到着しました。サクッと中を見学します。今日はあいにくの雨なので、建物の中は安心感があります。雨の中だとカメラが濡れてしまう可能性がありますからね。そうなんです。見学し終えましたので次の場所に向かいます。ラオジエの橋まで来ました。ここで右の方に寄り道します。次の寄り道場所、ダーシープウジータンに到着しました。こちらもサクッと見学していきます。細かいことはよくわかりませんが、さっきのお宮より人が多かったです。見学し終えました。ラオジエの橋に階段があるので、そこを降りて橋に向かいます。晴れていたらすごく景色が良さそうな感じがしますね。同感です。土砂崩れですか。そうっぽいですね。多分トンネルの中で休憩していた人たちが除去作業をしているのかなと。とりあえずの目的地であるダーシーチャオに到着しました。なんか洒落たデザインの橋ですね。そうですね。2001年に改修されてバロック風の様式に仕上げられたとか。なるほど。橋の真ん中あたりまで来ました。橋を渡った先には特に行きたい場所はないので、ここらで引き返します。次はここの博物館を目指して、今回も寄り道をしながら歩きます。ところでなんですが、今日は一日中雨なんですか？スクショはないんですが、天気予報的には午後からは晴れそうな感じでした。午前中もそんなに降水確率は高くなかったので、ワンチャン曇りで耐えてくれないかなと思ってましたが、普通に雨になってしまいました。そうなんですね。寄り道場所のダーシーシェンシャーに来ました。神社っぽい建物は残っていませんが、きっとこの先に神社があったのかなと。そんな感じはしますね。目の前にある建物は階段で上に行けるので記念に行っておきます。見終えたので目的地に向かいます。
到着しました。ダーシームウィーシェンタイウォーウグアンの一望館です。中を見学できるのでサクッと見学します。見学し終えたので最後に新南ラオジエまで歩きます。今回もいくつか寄り道しますね。了解。寄り道場所のダーシーゴンフイタンに来ました。ここは外観だけ見ます。博物館の別館ですが、ここは空いていませんでした。さらに別の別館で、ここは芸術家を紹介するための建物っぽかったです。新南ラオジエまで来ました。ここはなんか落ち着いた雰囲気のラオジエですね。そうですね。一通り見たいところは見れたので、ダーシーラオジエの方に戻って昼食を食べようと思います。ところで、雨は止んだ感じですか？曇ってはいますが止みました。それは良かったですね。なんとなくこのお店に入ることにしました。大したものは頼んでいませんが、普通に美味しかったです。ごちそうさまでした。実はお店に入った時ぐらいからどんどん天気が回復してきまして、青空が見えてますね。そうなんです。それでこれから午後の活動をしていくわけですが、続きは次回。ご視聴ありがとうございました。